高松の宮記念は、日本中央競馬会が、中京競馬場で施行する、中央競馬の重賞競争である。成章は、名古屋市長賞、名古屋競馬株式会社賞、日本橋協会連合会会長賞。春の小バスプリントチャンピオン決定戦であるとともに、春の GI 競争シリーズの始まりを告げるレースとも、なっている。 4歳以上の馬による重傷として1967年に創設された中京大賞展が本競層の前身。1970年に高松の宮信人新郎から優勝杯が貸しされたのを機に1971年より高松宮場に改賞の上新設。同年より中京競馬場に新設された芝コースの2000メートルで夏の中京開催を飾る。 中距離の名物競争として施行していた。この間、1984年にグレード制が導入された際、GII に格付けされている。1996年に中央競馬の短距離競争体系が改善、整備され、本競争は距離を芝線2 0 0メートルに短縮の上施行時期も5月に変更し、GI に格上げ。これにより、中央競馬の、いわゆる、 中央場所以外の競馬場で初めて行われる常設の GI 競争として春の短距離を決定戦に位置づけられた。その後、1998年には現名称に改称され、2000年には試行時期を3月に変更。競争条件も5歳以上に改められた。2005年に創設された国際スプリントシリーズ戦、グローバルスプリントチャレンジに2011年から、 構成レースの一つとして加わり、2013年まで第2戦として行われていた。外国サンバは1989年から、地方競馬所属馬は1996年から出走可能になり、2001年からは国際競争となって、外国馬も出走可能になった。2007年より国際 GI に格付けされている。 以下の内容は、2021年現在のもの。出走資格、サラ系4歳以上負担重量、定量 JRA 所属場の出走権、JRA 所属場は、同年に行われる課表の競争で一着となった馬に、優先出走権が付与される。上記のほか、レーティング順位の上位5等にも優先出走権が付与される。その他の JRA 所属場は、 以下の条件で出走馬を決定する。地方競馬所属馬の出走資格地方競馬所属馬は、同年に行われる下表の競争で2着以内となった馬に優先出走権が付与される。上記のほか、外国で行われるグローバルスプリントチャレンジ対象競争のいずれかで2着以内となった地方競馬所属馬も本競争に優先出走できる。 2021年の一着賞金は1億3000万円で、以下2着5200万円、3着3300万円、4着2000万円、5着1300万円。中京競馬場の芝コース、1200メートルを使用。交渉面のやや第2コーナーよりの地点からスタートし、スタート直後は緩やかな上り勾配。その後第4コーナーを過ぎるまで。 高低差3.5メートルを一気に下る。ゴールまでの直線は412メートルあり、残り約350メートル地点から、高低差約2メートルの上り勾配が待ち構える。距離はすべて芝コース。優勝馬のバレーは2000年以前も現行表記に揃えている。競争名は第27回まで高松偶梅、第28回以降は高松宮記念。 各界競争結果の出展、ありがとうございます。